こんにちは。今回は四角錐の切断の問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図の四角錐は底面が一辺10センチの正方形で高さが10センチになっています。P は OE を4対1に分ける点、Q は AE を4対1に、R は CE を4対1に分ける点になっています。今この四角錐を P を通り底面に平行な面で、また Q を通り三角形 OBD、これに平行な面で、同じように R を通り三角形 OBD に平行な面ですね。この三つの平面で切り分けました。この時点 E ですね。ここの点、底面の正方形の対角線の交点ですね。これを含む立体の体積。これは何立方センチメートルですか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。まず切断面がどういう風になるかっていうのを書いていきます。Q を通り三角形 OBD ですね。これに平行な面。R を通り三角形 OBD に平行な面。これで切った図ですね。これ書いてみます。こういう感じになりますね。この面、この面で切って四角錐を3つに分けた形になります。さらに P を通って底面に平行な面ですね。P っていうのは OP 対 PE。これが4対1。高さ10センチの四角錐ですから、底面から2センチの面ですね。ここで切ったような面になります。これについても書いてみると、こういう感じになります。下から2センチのところですね。だから、こことここの長さの比、これ4対1になりますし、もちろんこっち側ですね。ここも4対1になります。これだけだったら、面と面の交わってるところですね。ちょっとわかりにくいです。ちょっと強調して書いてみると、この三角形とこの四角形ですね。黄色で書いた四角形。ここで交わってて、ここで交わっています。同じようにこっち側ですね。ここで交わってて、ここで交わっています。これ結んでみると、こういう感じになって、ここ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 ですね。これを頂点とする六角形。下が、ここ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 ですね。これを頂点とする六角形。六角形、六角形に挟まれたような形になります。これちょっと向きをこっちに変えて書き出してみると、こういう底面が六角形、上の面がそれより少し小さな六角形、そして高さが2センチですね。こういう立体になります。この六角形、この六角形の形ってどういう形かっていうと、この四角錐ですね。これ真上から見たやつ、これを考えてみると、これ切断する前の四角錐ですね。これを真上から見た点です。Q っていうのは AE ですね。ここからここまで。ここからここまでを4対1。これに分割する点ですし、R も同じように、ここからここまでですね。4対1に分割する点です。このあたりですね。ここを通って、これに平行な線。これ引いてみると、こういう風になりますね。ここの六角形ですね。この六角形がこの六角形の形になります。じゃあ同じように上の六角形ですね。どういう形かっていうと、この黄色の枠ですね。これ書いてみましょう。これは O から A までの長さを4対1。これも同じようにここ4対1、4対1、4対1に分けた点だから、ここに黄色の線ですね。これ書き込んでみると、こういう感じになりますね。この黄色の枠で切り取られるこの六角形の部分ですね。これが上の六角形の部分になります。これの体積を求める方法、直接この体積を考えていく方法と、全体からいらない部分ですね。これを除くっていう二通りの方法があります。まずはこれの体積ですね。直接求めていく方法っていうのを考えていきます。ただこの形ちょっとややこしいですね。分割して考えます。ここの線とここの線通るように、この線、この線通るように、これ切り取ります。ちょっとここら辺の図がおかしかったんで修正しましたけれども、こういうふうに、この線、この線を通るように切る。この線、この線通るように切ります。この三角形っていうのは、ここですね。これ結んだ三角形になります。この三角形というのはこの3点ですね。これ結んだ三角形になります。この三角形とこの三角形同じ形です。これとこれも三角形同じ形です。ここで切り取ると、これは三角柱を斜めにしたようなもの。これも三角柱を斜めにしたようなものですね。この三角柱の底面の面積ですね。ここは1対4になりますが、これ2センチです。ここ2センチ、2センチの直角三角形ですね。底面積が 2×2÷2。そして高さですね。2センチの斜めの三角柱。これがこっちとこっちに2つです。さあ、残ってる形ですね。いらない形消しといて、ここ消して、こっち側も消して、ちょっと図を整理しますね。
こんな形になります。上の面が長方形、下の面がちょっと長い長方形ですね。この体積どうやって求めるかなんですけれども、算数じゃなくてルート使ってもいいんだったら、ここの長さ。これ出ます。ここからここまでの長さって、ここからここまでの長さですね。ここからここまでが8センチ。さらにここからこれが2センチなんで、2センチ引いて6センチです。ここの長さ。6センチのルート2倍で6ルート2。ここの長さ。ここからここまでの長さですね。2センチのルート2倍で2ルート2。さらにここの長さですね。ここの長さ。ここからここまでの長さと一緒です。8センチのルート2倍、8ルート2。これ使って計算すると、上底が6ルート2、下底が8ルート2ですね。6ルート2足す8ルート2。高さが2センチ。この台形ですね。奥行きが2ルート2なんで、これ計算すると14ルート2の2ルート2倍で56です。もちろんこういうふうにルートを使ってやっていくっていうのは小学生にとってはちょっと難しいですね。こういうのを使わずに解いてみましょう。台形の面積の公式を求めるときと同じように考えてください。これと同じものですね。これをこっち側に付け加えてあげます。こういう形の立体が出てきました。ここの面積ですね。この面積と一緒です。この図で言うと、こことこことこことここ結んだこの長方形ですね。この長方形の面積と一緒です。この長方形の面積っていうのは、一辺10センチの正方形。100ですね。ここから 2×2 割る2。これ2つ引いています。2×2、4ですね。割る2を2つなんで4。ここですね。8×8 割る2。これを2つ。64引きます。合わせて、68引きますから、ここの面積32です。ここの面積いくらかっていうと、この4つの点ですね。これ結んだものになります。この黄色の正方形っていうのは、一辺8センチ。64。この正方形ですね。ここから 2×2 割る2。これを2つ引きます。4引きますね。ここからここまで6センチです。6×6 割る2。これを2つ引きます。36ですね。ですから、ここの面積24平方センチになります。底面が56平方センチ。高さ2センチの直方体ですね。これを斜めにずらしたものになっています。体積に関しては底面積かける高さ。これで十分ですね。56平方センチかける2。ただしこれ2つ分なんで割る2です。これでこれ1個分は56ですね。さっき出しておいたこれですね。2×2 割る2かける2かける2。これで求まってましたね。8。ここで切り取った細い三角柱を斜めにしたやつでしたね。これと56を足して64立方センチメートル。こういう風に出すことができます。ちょっとややこしいですよね。これ直接こういう風にして求めていくんじゃなくて、体積比ですね。これを使った考え方、これでやっていこうと思います。具体的にはどういう風にするかって言いますと、ここで切り取った。青の面で切り取った三角錐。こっちと青の面で切り取った三角錐。こっち側とこっち側ですね。これ二つの三角錐合わせるとどういう形が出るかっていうと、ここからここまでの長さ。これが4対1に分ける点。4対1に分ける点だから8センチですね。8センチ、8センチ。こっちも合わせると一辺8センチの正方形。高さも8センチになります。こことここで切り取ったものは全体が10センチ。これは底面の正方形ですね。これが一辺10センチで高さが10センチですから、全体の形、10センチの四角錐。こういう風に言うと、青で切り取ったものっていうのは8センチの四角錐。こういう風に言うことができます。同じように黄色で切り取ったものですよね。これも4対1のとこで切り取ってるわけですよね。高さ8センチになってますね。底面の一辺も8センチの四角錐ですね。ですから、これ8センチの四角錐。ここからこれとこれを切り取ってるんです。重なってる部分がありますね。この部分です。この部分とこっち側の部分ですね。同じように2つ合わせると全体と同じ形になるんですけれども、これの一辺、ここからここまでの長さですね。ここからここまでが8センチです。これ2センチ、2センチですから、これ6センチですよね。っていうことは、6センチの四角錐。これが余分に切り取ったものです。そうすると、相似比ですね。これが5対4対4対3。ということは、体積比ですね。体積比は相似比の3乗比になりますから、125対64対64対27ですね。ここから64ですね。
これを2つ切り取って、余分に切り取りすぎた分ですね。これ足します。まあ、計算の順序とすると、そのままやるとマイナスになりますけれども、125-128。マイナス3になってますね。そこに27足すから、結果24が残ります。つまり残っているものは全体125のうちの125/24。これに当たるわけですね。四角錐の体積は 10×10。これ底面積。かける高さ、かける1/3です。これに125/24。これをかけたものになりますね。125とこれ1000ですね。割って8。3と24で8。8×8 で64立方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題です。次回からは2012年度7中算数1日目の問題解説になります。まずは四角1の計算問題ですね。そんなに難しい問題ではないです。計算の順序っていうのをどういう風にするかっていうのを考えて落ち着いて解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。